お宝探索隊。よっしゃー。ダブダモンズ谷村です。石井です。ロザリオクラスの七瀬ゆりです。よろしくお願いいたします。お願いします。新メンバーゆりちゃんが入って2回目のこの吉原商店街でのロケと、はい、やってこうになりますけれども、うん、ここまでいろいろ吉原商店街のこといろいろやってきましたけど、できた、ちょっと今までと趣向を変えたことをやりたいと思います。なんだろうね。じゃあ今回のお題こちらでございます。夜の吉原商店街をご案内。おお、夜。はい。今さ、12時。そうなんです。12時。今日はですね、飲み屋さんとか、おお、ちょっと要はお酒にまつわることをちょっと今回やろうと。やったー。お酒大好き。お酒大好き。実はゆりちゃんもお酒好きなんですね。はい、お酒お家でもよく飲みます。家飲みしちゃうんだぜ。はい、すげえよこれは。これちなみに一番こう好きなお酒とかありますか？チョコレートミルクです。ふざけんなよ。チョコレートミルクにアルコールの名前ゼロ。可愛らしいお酒ですけれども、はい、でもそうやって普段から頻繁に飲んでる、はい、飲みます、ね、石井さんは、はい、飲んだ結果がここにいますから。そうですね、アルコールボディですか。お酒好きな3人で、はいはい、この吉原商店街にある、まあ、商店街の人とかもよく使うですね、はい、今回飲み屋さんをちょっといくつかピックアップしているということで。なるほど。そこをいろいろと我々巡って、うん、今回本当にちょっと飲んでいいと。やったやったやった。ということですので、ベロッベロになるぞ。マジで？気をつけない。いやでも空腹で飲むと良くないって言ったんで、うん、ちゃんと。そうね。あの大盛りそば食ってっから。ちゃんと。そば食べてますから。吉原商店街、夜にもこんな顔があるんだと。なるほど。いうことをちょっと知っていただければと思います。チェックしよう。はい、ということでお宝探索隊スタート。ここからはこの方にも帯同していただこうということで、うん、吉原商店街理事長内藤勝則さんでございます。よろしくお願いします。いや、あのもうレギュラーじゃん。今回ご紹介するお店は全部もうおすすめですね。おすすめ。いや、いいじゃないですか。吉原商店街知り尽くした男のそうです、おすすめするお店ですから、今回第1弾ということでね。第1弾すごい。ちょっとまず早速ですけれども、はい、行きましょうか。生きたままの貝をねその場で食べれるって。すごい。もう生きの良さでここで食べてもいいし、持って帰って家で食べてもいいんです。なるほど。ちょっと行きましょう行きましょう。もうちょっといいな。行きますよ。ご覧ください。すごいよこれ。いろんな貝がすごい。これだって並んで全部生きてるんですよね、うん、貝一本で、はい、すごいよね。そんだけね美味しい貝種類がありますから、うんうん、全国から仕入れた新鮮な貝をお水槽で生かした状態で小売り販売、うん、あとは店内ではセルフのバーベキュー場として使ってもらってますね、はい、店内で食べる時のシステムちょっと教えていただけますか。はい、わかりました。海鮮店の楽しみ方ってありますので、うん、で食器はそこにありますので食器も準備してください。もう本当にセルフサービス。はい。で水槽のところで貝を選んでいただけたら、はい、お酒入れるとかその貝を焼くっていうのはご自身でって感じになります。お酒を入れるのも自分たちで、はい、そうですね、はい、まず貝選びましょう。そうですね、はい。私あの貝あんま普段食べたことなくて、はい、この一番食べやすい貝とかってあるんですか？食べやすい、はい、これヒオウギ貝っていう貝なんですけど、綺麗、はい、これも食とか九州の方で取れるホタテに似た感じ。本当だ、ホタテみたい、はい、カチカチ言ってる。それにしようかな、生きてます、はい、綺麗だし。僕はじゃあこのホンビノス。ホンビノス、まあ、よくハマグリとね近いなんて言って、ハマグリになりたいやつですね。そうですね、なるほど。ハマグリとは全然違うんで、はい、ちょっと違いますか、はい、ビーアワ行っちゃっていいですか。ビーアワ、アワビね、うん、はい、いいんじゃないですか。やっぱ食べとかないとね、うん、張り付いてますね。すごいね。すごいすごい、すげえすげえ。以上は、あ、粒がいいですね。いいじゃないですか、粒ね、はい、いや、いいチョイスよ皆さん、うん、岩牡蠣ぐらいはちょっと
ね、高級よ。せっかくだから、まあ、みんな誰か食べるでしょう。そんなノリで、ね、岩崎もいいじゃないですか、ね、はい、ちょっと大きさカメラに見せてください。うわ、でーかー、何これ、すごいよね、博物館レベルじゃん。理事長どうします？自分で継ぎますよ。あ、じゃあ入れましょう。じゃあ理事長から言ってください。私うまいんですよ。じゃあ入れていきます。理事長、本当自分がオーナーみたいな顔してこれすごいですよね、全部知ってらっしゃる。オッケー。理事長はね、誰で、酒の入れ方がのんべえの入れ方なんですよ。うまそう。なるべく黄色多めにするっていう。これでも黄金比よ、この。あ、そうなんですか。8対2、いいね。理事長、次行っちゃってください。次行っちゃってください。じゃあ自分で行っちゃいます。はいはいはい。じゃあもう皆さん準備ができたということで、はい、じゃあ皆さん、吉原商店街とお宝探索隊の栄光と発展を祝いまして、はい、乾杯！乾杯！あ、うまい。おいしい。いいなー。いやー、たまらんね、これ。生がいいですね。生が美味しい。こりゃいいわ。何これ、ちょっと今日のロケは。ゆいちゃん、もう全然貝って食べたことない。なんか、勝手に苦手意識してて、でも好んで食べないって感じ。苦手意識ある人いるよね。やっとわかりますけど、ね、うん、すごいいい匂いなんです。ちょっと香りも楽しみましょう。香りがね、菊が言わっときてすごいんですよ。でも石井さんはね、実はこういう海鮮系やっぱ強い。やっぱ沼津っ子ですから、そうですね、やっぱよく知ってますよ。すごい、すごい、すごい、早い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 、すごい火が通る。井村さん、もう絶対これシャッターチャンスよ。アワビの動きすごいよ。生きてるってことなんです、うん、でこの店のすごいのは持ち込み OK なんですよ。この間の人はすごいですよ。子連れで来て、おひつを持ってきて、うん、お茶碗によそって、普通の自分のうちのご飯みたいな。自由すぎやしません？ですね、あまりにも自由がすぎる。いや、実はだからアワビ行きましょう。アワビを、ちょっと今さん、ちょっと切って、ちょっと待って、待って、これでこれでひっくり返し、ひっくり返してもう一回焼く、ここに。そう難しい。あ、でも火通ってるね。本当だ。バター落としたいぐらい。ちょっとバターもあってますよ。え、すいません、バター一つください。いや、行くわ。あ、でもいい感じだ、三村さん。いや、うまそう。うまそうだな。あ、一番最初に美味しそうなの食べられちゃいました。いいね。おいしい。いいね、いいね。ちょっと待って、みんな何、ね、なんで止めて飲む。幸せ。なんで一回止めた。最高。身がふっくら、ね、すごいコシがある。なるほどね。でも本当に新鮮なんだと思いますよ。ね、ゆりちゃんのこの、いけますか。歌っていけそうだね。一人の女性のために三人、三人がもう男衆が心を込めて。嬉しいです。あ、行きましょう。はい、オッケーです。ありがとうございます。いただきます。猫舌だった。ゆりちゃん猫舌なんだ。酒で飲みながらしちゃう。おお、ほらすごい表情豊かだもの。いいね。あ、オベーションしました。すんごい美味しいです。食べやすい、うんうんうん。もっと早くに出会いたかったです。なるほどね。じゃあこっちのこっち。もういけんじゃないの？あのね、そう、青粒は OK って言ってらっしゃいました、ね。はいはいはい、じゃあ私の青粒いきます。あ、待って、牡蠣が、牡蠣がお水出してる。うわー、やーべー。すごい大きいじゃん。それでもう一回やってみる。そうですね。もう一回。じゃあ次長、その間に。美味しそうに。ここのひねりが、ね。ズドッとズドーンってカメラにください。ひねりが。うわー、うまい。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 このひねりがないとね。うまい。うわー。理事長、うまそうだな。うまそうに食べるな。めちゃくちゃ食べたくなるもん。めちゃくちゃ美味しそう。おビール。あ、そして先行って。ほら、うまい。じゃあ、石井さん、後ろも見せたい。なんかひっくり返したいですね、それ。ほら、うわ、気持ちよさそう。ステーキスも。いただきます。はい。
来ました。熱い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 。美味しそう。贅沢。できた瞬間を食べれるから、うん、器に持って出てくるってその手間な間がないから、ねね、もう汁だらけですよね。ああ最高だわ。じゃあ石井さんちょっとこれ貝かきいきましょう。うまそうだな。うわうまそうだな。うわここ切りたい。いけ。いただきます。うわうまそう。おうまいやすごいですね。一番いいとこ行きましたね。磯のバーベキューでもなかなか食べれないよね。本当に貝の鮮度が分かりますし、本当にふっくらふわふわなんで。そうそうそう。生きてるのをやってますからね。これ貝が本当改めて好きになる。ね。自分の中のあの貝のランクが改定されますね。入れちゃう。人のギャグ拾ってないから。人のギャグに冷たい。続いては皆さん、はい、こちらでございますよ。上り立ってるよ、はい、さあ理事長、はい、こちらは何というお店になりますか。これはエミヤですね。エミヤさん、ね、静岡おでんの店。おお、これいいですか。お二人気をつけてください。よく見るとのれんね、闇家に見えます、ね、逆だね、はい、これは右読みになっております。右読み、最終酒場。今年静岡おでんの大会で優勝したんです。すごい、やばすごい。いやあのね、ちょっと僕ここは実は気になってて、ロケ終わり、はい、結構早い段階からここお店やってるんで、はいはいはい、なんか角っこにいい感じのお店あるなと思ってたんですよ。おーおーおー、でちょっと来れて嬉しいですね。じゃあちょっと行ってみましょうか。行きましょうか、うん、いいお店ですよ。いいお店ですよ。あとちょっと理事長次お水でいいですか。いや飲むから。いやお酒好きにはなんかたまらない内装ですけど、ねいいね、ちょっとまずは目の前の静岡おでん見ていただけます。いやもうやばいよ。今年静岡ナンバーワンの静岡おでんですから。店長にも来ていただいております。よろしくお願いします。エミヤさん、アニソはいつぐらいから。今年9月で7年。7年やられているということで、はい、これお店としては静岡おでんのお店なんですか。まあ、居酒屋っすね、うん、はい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 、居酒屋として一つ売りで静岡で、これでも今回ナンバーワンを取ったということで、そうですね、はい、これなんか自分の店の静岡電話こういうところが特徴とか、なんかこだわりとかあります。うちはもうあの和牛にこだわってて、うん、お店自体肉がちょっと強めなお店なので、和牛をそのまま静岡おでんで使ってみたらすごいいい出汁が出たんで、へえ、和牛のおでんがあるんですか。はい、でしかも出汁に使ってるってことは、やっぱじゃあ味わい出汁からそうです、ね、ちょっと外は違うぞと。う、ね、はい、いや静岡おでん以外のおすすめなんかもありますか。あとローストビーフとかユッケ、ユッケもある。あります。すごいじゃん。ちょっとさっき我々貝尽くしでしたから、うん、そうそうそう、ちょっと肉尽くしで和牛尽くししちゃおうよ。ゆりちゃんもお肉は好きでしょ。お肉大好き。お肉大好きな顔してる、食べたい。さあ飲み物が皆さん届きまして、はい、やったー。まずねちょっと僕がですね、これ最強レモンサワーというものなんですけど、うん、これ見たことない色、ちょっと乳酸系の白濁の、ね、聞いたらもうレモンのもう身というか皮もそのままこうミキサーにかけてちょっと絞られてるというもので、うんうんうん、ちょっとあまりここでしか飲めないんじゃないかというようなレモンサワーで、ゆりちゃんがハニーレモネードサワー。かわいい。蜂蜜入ってるんだ、じゃあ。はい。美味しそう。これもでも。なんかね、色合いがやっぱりちょっと。そうそう、似てる。うん、で、石井さんの方が。僕が冷凍カチカチレモンサワーです。これだから冷凍レモンが、そうそう、入ってるんですよ。っていうことなんだ。はい。で、理事長ですね、ホッピーというホッピーです。これあのもう完全に何でしょう、本気出し出したっていう。そうそうそう、自分の都合で飲んでます。普通に本当にそうですよね、自分の都合で飲んでます。ちょっとじゃあ僕のレモンサワーからいただきます、はいはいはい、じゃあ皆さん乾杯。乾杯。じゃあ僕からいきますよ。あ、泡つくんだ、すごい、うん、すごい、もう濃厚。へー、うわ、もうレモンが口いっぱいに広がる、これはね、悪いお酒だ。スイスイいっちゃうもん、こんなの。そうだね。ニーレモネードサワー、うん、いただきます。どう、おいしい、甘い、
甘いんだ。甘い。甘いね。甘いお酒が好きだからね。はい、甘いんだ。すっごい美味しいです。さっぱりしてて、レモンの味もしますし、甘さも後から来て。蜂蜜の甘さ。そうですね。私蜂蜜大好きなんで。あ、そう。美味しい。ちょっとじゃあ冷凍カチカチレモンさんいただきます。うん、キンキンやで。いいね。これ夏最強よ。冷凍レモンがちょっと氷代わりにもあってる。そうそう、だから逆に言うと氷入ってないから。なるほど。なのにこのキンキンさ、めちゃくちゃ美味しい。これすっきり爽やか最高っすよ。レモンサワー系だけでこんだけ種類があるんでね。すごいですね。じゃあ最後じゃあホッピー。いやね、ちょっとなんでよ。どうぞ行っちゃってください。そうだね。あのね、4人の中で一番うまそうなのよ。そう、本当に。やっぱエビ味でのもうホッピーが一番美味しいね。早速届いておりますけど、はい、これは和牛肉巾着。食いつき方やべえな。撮影が再開される前にゆうちゃんは食べたいって言ってたやつ。ゆうちゃんちょっとせっかくずっと待望だったから。そう、ね、いいんですか。まだ行っちゃって。いただきます。めっちゃいい。うわ、おー、もったいないな、一気は。すごいすごい。おー、すごい。肉汁たっぷり。めちゃくちゃ頬張ってるじゃん。すごいすごい。日本一だよ、この味は。どうなの。うわー、力強い。おー、すごいですね。おい。どう？うん、うまっ。うまい？やばいやばい。そりゃこれ、日本一だよ。噛めば噛むほど肉の旨味と静岡おでんのこの出汁がじゅわーって。いやー、いいね。ちょっとじゃあいいっすか。いただきます。うまい。もうダメだよこれ。うまいっすね。中のシャキシャキは何が入ってるんですか。レンコンと生姜と青ネギ。あ、生姜、確かにさっぱりしますもんね。うん、うん、うまっ。うん、理事長、番組やりましょう。一番うまそうだもん、この出汁粉がいいね。うん、静岡おでんはこの出汁粉がかかってるから美味しい。うん、そうですね。ゆりちゃんがどうしても食べたいと言っていた、ね、ローストビーフが。ロービー来たよ、これ。届きました。一緒に食べたいと思ったじゃないですか。けどさ、いただきます。わー、クリスマスしか食べないよ、もうローストビーフなんて。あー、泣いちゃった。美味しすぎて。すっごい柔らかいですし、おしゃれだね。粉チーズが。あ、そう。相性いい。おー、2枚でいくの。シレッチョ2枚してるから。いやー、どうですか。最高。もう一本あるんで。これ。これ見栄えもすごい。芸術作品みたいな見栄えしてるもん。だってお肉に品質に自信がなかったら出せませんよ。じゃあ、卵パックリいきますよ。待ってみて。うわ、美味しそう。うわ、いいよ、いいよ、美味しそう。いいごま油の香りがしますね、これ。美味しそう。じゃあいただきますね。いただきます。うーん、うまそうに食うね。贅沢だよ。こりゃ贅沢。うわー、うわー、いただきます。やば、すごい。お前何かの罪で捕まるぞ、その量。ユッケの半分食いだよね。すごいね。うまい。もう言い切れてないじゃん。うまいよね。何これ。いや、これから食感がまたいいね。香りが高いのよ、すごく。お肉もおいしそう。夏が来ました。CM 来ない。半分ゲップしながら言ってるから。オンエアされちゃうと多分混むんで。混むんで。カットしましょう。教えたくないですね。目的がおかしいよ。そうしたらじゃあみんなに教えたくない。そう、教えたくない。そう、教えたくない。で、店名 P の全編モザイクで。すいません。エミアンさんカットで。ダメで。カットはしないわ。内緒。放送しないで。で、放送しろ。以上、続いてのお店は。六軒町です。ここだ。
うわ、これあれですよね、初回ねえ、うん、ポスター配り、ちょっとこれでも一瞬見逃しがちな、そうでもあの人気店です。そうですか、うん、なかなか予約でいっぱいで、なかなかね、そうなんだ、ちょっと気になる1店舗よ、ようやくじゃあお邪魔することができるということで、ね、うん、行っちゃう、じゃあちょっと理事長、はい、じゃあ私が、ね、お願いします、行きます、さあ六軒町の中にやってまいりました、うん、ここまた雰囲気があって隠れ家的な、ね、本当ね、雰囲気がありますけど、ちょうど、ね、内藤さんのお店の隣の隣ぐらい、そうですね、はい、2階に上がったところに、こちらのお店を営んでおりますお母ちゃんでございます、お母ちゃんよろしくお願いいたします。もうテレ屋さんだからカメラの前に出るのに一苦労、お母ちゃん聞きたいと思います、お店はもうどれぐらいですか？43年目です。うわーすごいよ。基本的にはずっと一人でやられていて。そうです、うん、ね、ちょっと お店のスタイルみたいのはどういうことになるんですか？今日仕入れたものをお客さんが注文なくし、うん、どんどん出していくっていう、注文なし、そうなんです、だから僕らがこれをくださいっていうんではなくて、メニューがない、メニューがないから、もうその時に仕入れてるもので、うん、お母ちゃんがどんどんと、はい、物を出してくれる、まあ、予約が多いんですけど、今日は10人っていうと10人分を用意して、はいはい、あの勝手に出すと、うんうんうん、これって自信がなきゃできないってことですよ、本当そうよ。そのスタイルになった理由みたいな何かあるんですか？やっぱ注文でやると大変でしょ、一人でやると、うん、みんな同じようにして、今日はお夕食はみんなで一緒に食べようっていうことだったら、あ、もう好き嫌いがあったら食べなくていいよね、それはこっちが勝手に出すんだから、うん、そうなんですよっていうことなんだ。で私がね、はい、あの予約すると、私もつがいまいちなんで、はい、もつ鍋、もつ煮がね名物なんだけど、はい、私がいると牛すじに返して、はい、なるほど、そうなんです。理事長意外に好き嫌い多いですね。多いですよ本当に。いい女しか好きじゃないです。やめとけ。お母ちゃんから見る理事長はどんな人ですか？ちょっと考えさせて。いろいろ思うことがあるみたいですよ。ね、うん、でもあの素敵な方です。いろいろ、ね、まとめてくださるし。なるほど。それであと一つ、ここはね、うん、ボトル製なんですよ。お、それみんなのボトルなんですよ。でみんなのボトルなんで、あるやつは勝手に飲んで。例えばね、いや好きなお母さんも黒霧島とかあるじゃないですか。うん、僕なんか結構好きなんですけど。OK ですよ、行っちゃって。いいんですか？はい、飲んで。じゃあ、じゃあ僕そうしますよ。完全に実家帰ってきた感じ。そう、ほんとマジです。そうですけど、ね、すごい落ち着きます、ね、うん、で、もう結局我々は飲み物は全員黒霧島の水割りと、そうね、これだなってことになりましたね、はい、なりましたけど、実はゆりちゃんが全く普段焼酎飲んだことがなくて、本当にほぼ初の水割りだということなので、ちょっと乾杯したらまずはゆりちゃんのそうね、リアクション見たいよ、リアクションを見たいなと思います、うん、じゃあ皆さん乾杯、乾杯、どうぞどうぞ、ゆりちゃん、どっちだろうね、もうちょっとガバッ消毒飲んで黒霧島はもう いいお酒をどちらかというと飲みやすい方よ、これからこの美味しさ分かるから、まだ子供で、これでね、美味しいと思ったら親父かもしれない、ね、あ、確かにじゃあこれ美味しいと思ったら年取ったなって思うようにします。いただきます、富士宮のタケノコ、あうまい、しみしみでいいっすね。でこの程よくシャキシャキ感も残ってて、うん、めちゃくちゃ美味しい。じゃあ吹きいきます。理事長慣れてきましたね。この辺のね、単身赴任の、うん、あの支店長とかそういう人たちがみんな来るんですよ。わ、うん、かる、だから毎日来る、わかる、ここに来ればあのうちの、ね、料理が食べれるんで、うん、肉じゃがいただきます。じゃがいもがもう皮付きの、うわ、丸じゃん、丸丸じゃん、もう絶対美味しい、やば、うん、いいね、すごいね、うん、おいしい。祇園祭が近々ありますけども、お忙しいですか、じゃあお祭りの時は、うん、忙しいって、あんまり予約をしないでみんなあの来たよっていう感じで、うんうん、でちょっと座ってちょっと立ち飲んで、常連さんがお祭りの日は当たり前のように、うん、上から出し物で、ね、これちょっと見れますよね、
ただね、結構特等席で息子と孫はお祭りも命だな。なるほど、ね、そっちに大根も叩く。孫たちの写真、孫たちの写真がね、どこにある。孫もすごいよね、お祭りになるともう東京にいるけどね、やっぱ帰ってきますよね、わざわざお祭り参加するために。すごい、うん、だからお祭りの、ね、練習とか太鼓やってると、うん、六軒茶のお母ちゃんが差し入れでお稲荷さん持ってきて、うわそういうのもあるわけですね。食べたい。5月の23日練習に参加します。だから練習、そうだからその時差し入れのお稲荷さん持ってくる。何それ。催促してる、催促してるということです。おにぎりじゃないってところがまたちょっといいな。お稲荷さんだろうね。23日ね。もうこうお母ちゃんのこうペラペラ喋るわけじゃなくて、そうね、ずっとあれ今日はカメラ入ってるから猫かぶってる、ね、もしかしてテレビを今今日は緊張してるかもしれない。本当はもっとペラペラ喋るんですね。猫かぶってるんだ。そうなんだ、うん、皆さんお店に来ていただきそうね。もっとよりこう元気な、うん、ちょっと今日は、ね、テレビモードになって、うん、女優モード入ってますから。そう、どうなんですか、お店にちょっと来たいなって思った方は予約した方がいいですか。そう、せっかくねお目になっても料理はないとかね、ちょっとお電話いただけるとかね、はいはいはい、この吉原商店街の実家としてね、ほんとそう、こちらのお店お邪魔してみる。お母ちゃん料理が食べたい人は六軒町、うん、家庭料理の食べたい人は六軒町、ね、お母ちゃんに会いたい人も六軒町、ね、みんな来ちゃう ね、最後は理事長の CM で終了で、いやお母ちゃんでもわざわざありがとうございました、ね、ありがとうございました。なんかドキドキしちゃって喋ることあんまり喋らないねえ、ちゃんとシナリオ書いてやったんだけどさ、忘れちゃった。書いてあったんです。いつもと違うもんね。全部レコードだね。すごい、初めて。やめろお前。普通に食べてるお客さんに声かけんな。はい、やめて。